昔々サウスフォールドという忘れられた海辺の村で、崩れかけた古いコテージに年老いた時代遅れの両親と、とても賢い娘が住んでいました。娘は大学に合格したばかり。でも両親は娘を遠くへ行かせたくありません。そう、この女の子が私。あ、これ黙って家を出るための書き置き。そのつもりだった。嵐が来るまでは。これじゃあ雨が上がるまで何もできない。だから自己紹介でもしようかな。私はペイジ、18歳。天文物理学を学んでる。趣味は日記、折り紙、それと時空連続体を曲げること。でもその話はまた後で。
We did a bit. やっとみんな眠ったみたい。さて、どこまで話した？両親は私にサウスフォールドを出ず、ここで暮らしてほしいみたい。私にはもっと大きな夢がある。自分の道は自分で作りたい。大学合格はやっと掴んだ大きなチャンスなのに、出ることを許してもらえない。外の世界は危険だ、それが現実だって。だから家を出ることにした。大学のある大きな町まで長い旅。卒業式はママとパパも来てくれるといいな。今はここから出ることに集中しなきゃ。パパの部屋からいびきが聞こえる。出発の合図だ。I'm sorry, I'm sorry.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
私たちは洞窟の片隅で火を囲み、朝までそこで休むことにした。帰り道も分かったので、新しい友達は私の手紙を実家に届けると約束してくれた。焚き火のそばで眠ると、実家の夢を見た。ある寒い冬の朝、サウスフォールドに太陽が昇る前、双子の赤ちゃんが生まれた。デイジは完璧な女の子、オスカーは厄介者の男の子。まるで二人で一つの仲良しな双子。でも、その話はまた今度。朝になった。私たちは荷物をまとめて焚き火を消した。
さよならを言って私は一人で沼地に向かって歩き出した。ワニがいないといいけど。
Thank you.
빠따야스베 빠져보 따따스쇼 따바자비 따베데바자 따바타바
ザバディバシャバスリー。うわぁ、
二人についていくと、マングローブ林に大きな木が生えていた。枝を登ると、二人は私に大声で何か忘れてると言った。その笑顔を見て、過去に引き戻された。オスカーと私は毎日一緒に遊んだ。私が紙で小さな動物を作り、オスカーは上手に絵を描く。彼の目は絵の中に入り込んでるみたい。ある日、オスカーは突然いなくなった。まるで世界の裂け目に落ちてしまったように、私の目の前で。信じられる？それはそうと、また嵐が来てるみたい。この木の北側に村があると聞いた。急げば日の出までにたどり着けるかもしれない。